ME はファーウェイによって開発された Android ベースのモバイルオペレーティングシステムである。カスタムロムに位置付けられファーウェイのスマートフォンなどに搭載されている。2012年12月30日に Android 4.0をベースにした Emotion UI 1.0が発表された。2014年9月4日にはアセンドメイト7と共に ME 3.0が発表された。これ以降、 システム名称は、エモーション UI から MI に変更された。また、中国市場向けに、新しいアブリストアが導入された。2015年後半頃には、Android 6.0ベースの MI4.0 を搭載したメイト8が発表された。2016年には、f ァ r ウ w a y Mate 9と共に MI5.0 が発表された。2017年末には、MI8.0 が発表され。 このバージョンでは AI の機能が強化されている。2019年には米国の金融措置によってファーウェイへの Android の提供停止が発表された。ファーウェイは Android の代替 OS となるホーオンウェング OS の開発を2012年頃から進めており、早ければ2019年秋頃にリリースされる予定である。標準の Android 機能に加え、 以下の特徴的な機能が備わっているただし利用できる機能の可否はハードウェア環境に依存するファーウェイ独自 OS 開発現時点までに分かっていることファーウェイイズスキッピング ME バージョン 6&72 イントロデュース ME8.0 ギズモチャイナギズモチャイナ HTTPS www.gizmochina.com 2017 10 16 ファーウェイイントロデューシング ME-82018 年1月8日閲覧ありがとうございます。